常にあのヨガをやったり、あとはサーフィンをしたり、ランニングをしたりって、なるべくあの体を動かすようにしてます。であとは野菜とか果物なるべく摂るようにして、食生活気をつけてます。やっぱり私たちって体は食べたもので作られているから、できるだけナチュラルないいものを摂るように心がけてます。